はい、皆さん、こんにちは。鬼頭です。俺のイルカ、消えました。イルカがね、いなくなってて、で、スポーンしたのか、またはちょっとここが狭すぎて、どっか埋まっちゃったのか、埋まって窒息したのか。わかんないけど、ちょっとね、もうちょっと広げたいね。ついでにこの辺の鮭を捕獲しよう。あれ、鮭。なんとしてでもね、村でイルカを飼いたいんすよ。俺は、イルカ好きなんだ。なんで、ちょっとね、海にイルカを求めて行こうと思うんだけど、ついでにね、亀の卵とかもゲットできたらいいなと思って、ハサミを持ってきてるんで。あそこさっき亀おるな。よし、じゃあまずは、亀の卵をゲットしよう。あ、2匹おる。2匹おるぞ。あれ ?1 匹どこ行った ?1 匹はね、こちらに気づいて寄ってきてくれたんだな。ほら、亀、海藻だぞ。よし。おいで。さあ、卵をちょっとこの辺の砂浜に誘導してあげて。で、イルカが多分、カメはこの辺で卵を産んでくれるから、イルカはイルカ？親父ギャグや。ちょっと君はここで待っていて。もう一匹の亀。おったおった。こいつも砂浜に。亀、亀。そっち行くな。海藻やで、こっちやで。お、卵産んでる。よし。さあ、こっちへいらっしゃい、みんな。ちょっと早速、シルクタッチか。亀さんの卵いただきましょう。あざっす。
ウミガメミッションはこれで OK ということで、次はイルカですね。どこかにいないか。リードつけてしまえば、こう海の中はね、自由にブンブンついてきてくれるはずだから、ちょっと大概なんかこうボートに乗ってブンってしてたらイルカが絡みに来てくれるんじゃねえかなっていう気はするんだけど、村の近くにこんな結構デカめのグレートバリアリーフ並みにでかいサンゴ礁が、いやグレートバリアリーフ行ったことないけど、あ、せっかくだからナマコでも回収しとくか。そしたらこうお水の中も明るくできる。ナマコゲット。ただイルカが全然いつもこう海をうろついてると、地図埋めとかしてるとイルカがめっちゃ一緒に泳ぎに来てくれるのに、こういう時に限って見つからないっていう。ナマコはまあこんなもんか、十分十分。まあ地図の虫食い部分まで来ちゃったよ。まあいいか、ついでにもう地図目でもしますかね。イルカ近くにいたら大体あの鳴き声がキュイキュイ言ってんのが聞こえるはずだから、あの船は、あ、日が暮れてきた。この船はもう荒らした後かな。まだ荒らしてないお船だった。あの地図、もう何にもないのかな。下にまだある、いや、ないか、まさげだな。
なんもないかな。じゃあちょっとこの夜の間に遺跡かな？あ、違う、あれだ。ネザーゲート。ネザーゲートもどき。ちょっと、木材とかいいや。おう。トライデントくれ。ちょっと一回呼吸。トライデントをくれ。トライデント持ってないのか。で、金ブロックとかね、こういうちょっとレア素材を。そこにも遺跡あるな。ちょっと息継ぎをして、どこだ、ここか。いや、アイテムがもういっぱいなんだけど、ここの遺跡にもあった。まあいいや。またそのうちね。一向にイルカの姿も見えないし、鳴き声も聞こえない。なんでこう、いざ動物を集めようとなった途端に遭遇率が下がってしまうのか。
つっても、まあ、夜だとな、いたとしても見えんのだよな。早く朝になんねえかな。今日も星が綺麗です。ちょっとこっち方面もぐるっと行ってみますか。前回はこっち側、こっち側をから確かイルカ連れてきてるから。こっち側の方がいる可能性ある。いや俺もようこんなん引いたな。あと10分で俺はイルカを連れ帰れるのだろうか。ちょうど朝になるぐらいの頃にイルカ発見して、そのまんまそのまんま連れ帰れたらいいんだけどね。なんか最近滑舌が悪くなった気がする。お月さんが徐々に沈んでいっている。でイルカがまあ窒息しちゃったんだとしたら、あの中の水の広さをちょっと広げてあげる必要があるんだけど、まあ、それがちょっとジャンプして陸に落下してダメージとかの可能性もあるけど、まあ、ジャンプが原因だとしたら、あれ上になんかあんま高く飛びすぎないようにしてやるとかした方がいいのかな。で、あとデスポーン対策としては名前をつける。名札がいくつかあったはずだから。名前をつけてしまえば多分。あ、まあそれで、なんつうの、死んじゃったとしても、死因がわかるしね。さあ、朝になったぞ。そろそろイルカ見つけたいな。はい、行き過ぎた。船降りますか。やばい支柱はいらねえ。こういう時こそ暗視のポーションとかを使えばいいんだけど。
イルカやーい、そろそろ地図目も終わりますね。イルカー。どっかにいませんか。お、お、お、今いたな。いたよな。おったー。おうふ、ごかご。ごかご、ごかごがちょっと。リードつけさせて、いっ、よっしゃー、一匹、もう一匹欲しいよ。もう一匹、待って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 、おうふ、よっしゃ、二匹来た。いいよいいよ、5カゴあるとめっちゃ早く泳げる。うん、うん、待って、早く泳ぎすぎて、待って、イルカ消えた。早く泳ぎすぎてリードごと消えた。イルカちゃん、俺のリードどこやった。お前らリードで遊んでね。ドロップアイテムで遊んでね。あ、この辺イルカいっぱいいるのに。イルカめっちゃいるのにリードがない。やべえ。5カゴでテンション上がってる場合じゃなかった。リード紛失。マジか。ちょっとどっかでイルカがリードで遊んでないかね。遊んでなさげだな。いやでももうここに来れば、ここに来れば間違いなくイルカ捕獲できると確信したので、今回はとりあえずカメさんゲットということで、ちょっとリードを再装備して、ちょっともうちょっと余分めにリードを持って、次こそリベンジします。今回はとりあえず亀の卵を設置するとこまで。いやー、ここの松林がちょっと邪魔くさいな。おう。
よし、帰ってきた。あとは一応カメを亀の卵、あれ2個だけ、あれ2個しか、まあいいや、2個あれば2匹生まれてくれたらそれで。というわけでこちらで亀が生まれてくれる予定です。で鮭1匹放流しよう。放流、はい、というわけで、今回もまたイルカをゲットできませんでしたが、リードもういる場所は分かってるんで、リードを持って、多いな人数、リードを持ってリベンジしたいと思います。ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。